皆さんこんにちは、レクセニー講師の根本です。この司法書試験の特徴を少し説明いたします。司法書試験に出る内容はどういう内容か、試験ってどういうことかっていうと、大体歴史か算数に分かれます。覚えていればできる歴史と、覚えていても現場のひらめきがいる算数。この試験は択一式のほとんどは歴史です。つまり覚えていればできるという類になります。この覚えていればできるというのをどう考えるか、プラスで考えるかマイナスで考えるか。マイナスで考える方法はいろいろ簡単です。覚えなきゃいけないんです。で、プラスに考えることもできます。覚えればできるってことなんです。つまりある程度ちゃんとやってれば確実性があるということになります。じゃあ歴史だといった場合、要求されることは何かっていうと、それは記憶です。最終的な目的は記憶です。ただ目的に至るための手段、この手段は理解中心です。単純暗記で裁ききる量じゃありません。理解をしながら、あ、だからこうなんだとすっと落としていく、自分の心に落としていくっていう作業、この理解をして記憶している状態にする、これが初めて学習するときに意識することです。理解をしながら記憶している状態にする。そして最後に短期と長期を分けると思います。それがここなんです。全てが理解できるわけじゃないんです。どうしても理解できないルールがあります。短期で受かる方は割り切って覚えます。長期になる方は調べて調べていろいろ考えます。短期で受かる方はその間にもう演習しています。今日言いたいことっていうのは、理解が中心だよと、でもある程度来たら割り切って暗記しなきゃいけないんだよ。今日の動画は以上です。またお会いしましょう。